いわゆるですね、箱物行政全部失敗だったと市民は思ってますよ。そういう評価なんですね。シティプラザ、宮の陣のゴミ中止センター、視聴者、こんな箱物はダメだ、こういう評価なんです。私はですね、そういう中で公会堂跡地ですね、視聴者の北側にあります膨大な敷地です。これをですね、昨今議論されてるんですよ。なぜ建てなければいけないか、その理由の一つが視聴者が狭すぎるからって言うんだよね。私は違う考え方を持ってますよ。視聴者は広すぎる、無駄遣いが多い、こう思ってます。ですからそういう理由であそこに箱物、また同じようなものを建てて失敗するようなことをね、してほしくないんだよ。さしてはいかん。特にこの公害と跡地はですね、独立して収支計算がきちっと合うような計画の仕方、プレゼンのあり方をよく考えてですね、やるべきなんですよ。そもそも視聴者は無駄遣いの一番の根源は皆さん何だと思いますか。このデジタル化が進む中で、例えば日報がありますよね。署員があそこの中でも全体で1400人ですから、多分1000人ぐらいあそこにいるんでしょう。1000人が毎日日報を書く、記録を残す、紙に書いて、紙なんか書かなくていいんだよ。デジタルで保存すればいいんだ。ダブルでコピーしてデジタルで保存すればいいんです、ハードディスクに。そういうね、書類が何十年分も溜まって、極端に言えば視聴者のロッカーのほとんどはそういう記録簿ですよ。分かりやすく言えば営業日報だ。商品一人が300枚書いたらこのくらいになりますよ。1年で一人がこれの1000倍です。なんぼスペースがあっても足りません。そういうのをですね、コンピューターデジタル化して記録簿を保管し直してやればですね、ああいう視聴者半分で終わりますよ。役人が考えるからそういうことができないんだ。民間の知恵を使え。私はそう言いたいんです。広いですね、公会堂跡地はですね、その単独スタンドアローンで収支がきちっと取れるような使い方をしてほしいと。いくつもですね、借りている。例えば商工会所の中にも保険証入ってますよ。市役所に入れちゃえばいいじゃないですか。入れることは可能ですよ。計画をやれち私は言いたいんです。今現在1億円以上の賃貸料払って借り上げてますよ。バカなことはやめろ。市民の血税を有効に使え。日報をデジタルで保存しろ。ロッカーを開けろ。私はそのように思っているんです。この考え方に賛成の方はですね、黒い方を応援してください。いや今のままでいいよ。日本はデジタルでコピーして、ああこのくらい、5年でこのくらいたまるんだよ。その賭けの1000倍ですよ。1000人いるんだから、それいいよ。そういう方はですね、他の候補を応援してください。私はね、もうそういうね、見えないようなところで無駄ばっかりやってる、これをチェックできない行政、これが許せないんです。よろしくご案内ください。